出たのはでも9時前か、うん、3時間でした。おはよう、ほら、おはよう、よいしょ。今日はですね、我が母の、ワクチン接種のためにこれから、自転車に乗って付き添いに行ってきます。なのでジャン君とポンちゃんはしばらくの間お留守番ですよ。ジャン君がいればいいんだもんね。ジャン君どこ行った？また隠れちゃったの。はい、ジャン君。ジャン君、じゃあのんびりお留守番お願いしますね。お昼前に帰ってくるかもしれません。はい。何ですか？うん、そうですか。うん、じゃあね、行ってくるね。季節外したかな、ジャン君、ポンちゃん、ただいまじゃないんだよ。もうだいぶ前に、お昼には帰ってきたんだけど、その後疲れて寝ました。いっぱい自転車こいだので左のふくらはぎ痛いです。ジャン君、その中入っちゃうの？行っちゃうの？中から出てきたばっかりなのに。そしてポンちゃん、はい、ポンちゃん。ポンちゃん、よかったね。でも、ジャン君とずっと寝てたね。寂しくなかったんですか？でも、その後、時間にすると3時間もないんだもんね。そうなのかな？うん、お昼前に帰れたから。あ、出たのはでも9時前か。うん。3時間でした。うん、坂田はそうだね。よいしょ。そしてこの人たちはきっとずっと
部屋で、うん、寝てました。はい、はい、そこでですね、一つ電動アシスト自転車をお使いの皆さんに、ご注意一つあります。ハンドル操作の、左側についている、パワーメーターみたいな、パワースイッチみたいなやつ、あれを水に濡らすと大変なことになります。雨ざらしにしとくとですね、うち雨ざらしだったんですが、中に水分が入ってですね、通電してしまって、駐輪場に置いたまんま放電します。どん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 電気を使ってしまいます。ということで、あっという間にバッテリーが切れるっていう事態が起きてですね、また立ち上がっちゃうのね。ということで、今日自転車屋さん、行ってきたんですが、その部分の、取り替えになってしまいます。1万円かかりますよと。悲しい、悲しいよ。そして、ものすごく心配していたことが一つあってですね、バッテリーの耐久年数っていうのがおよそ3年ってなってたのね。3年しか持たないのというふうに思っていたんですが、それを店員の、店長さんみたいな人に聞いてみたらですね、人によって本当にまちまちで、だいたい 20-30% になったら交換っていうのをお勧めしているんですが、あ、交換というか充電、うん、充電っていうのを、お勧めしているんですが、それを真面目に守ってる方だと 7-8 年持つことがあると。うち守ってるよものすごい貧乏症だから、ギリギリ 20% になるのずっと待ち続けてバッテリーチャージしています。頼むよバッテリー、もう来年になると3年なので、そこでバッテリーがダメになるとですね、今度は4万円です。電動アシスト自転車自体も高いんですけれども、そういうふうに、メンテナンスをちゃんとしない、形で乗っているとお金がどんどんかかるので、皆さんもご注意くださいとポンちゃんが申しておりました、うん、あとなんだっけ、カバーを買う。あ、そうね、プラスチックのカバーがあってですね、それをつけるといいんだそうです。そのプラスチックのカバーは何百円かで売ってました。1000円ぐらいしたかな。あ、見てなかった。ということでした。